華やかな芸能界の裏側に隠された真実とは。今回の動画では、日本の芸能界で一時代を築いた大原麗子さんの波乱万丈な人生に迫ります。彼女の美貌と演技力で一世を風靡した大原さんですが、その裏には数々の試練が待ち受けていました。まず、大原さんの輝かしいキャリアの一方で、彼女のプライベートには幾多の苦難が存在しました。1973年に俳優の渡瀬恒彦さんと結婚したものの、わずか3年後には離婚。その後、1978年には歌手の森進一さんと再婚しましたが、再び1984年に離婚の道を選びます。華やかな結婚生活の裏には、渡瀬さんや森さんとの価値観の違いやすれ違いがあったことが明らかにされています。続いて、大原さんの健康問題にも触れます。1984年にはギラン・バレー症候群を発症し、一時的に芸能活動を休止。さらには1999年に乳がんが見つかり、再び健康の危機に直面しました。これらの病気との戦いが彼女のキャリアに大きな影響を与えたことは言うまでもありません。さらに、晩年の大原さんの生活についても掘り下げます。健康問題や整形手術の失敗により、彼女は次第に人との交流を避けるようになりました。そして2009年8月、自宅で孤独死を迎えた大原さんの最後は多くのファンに衝撃を与えました。今回の動画では、大原麗子さんの華やかなキャリアとその裏に隠された苦悩を詳しくご紹介します。彼女の人生は光と影のコントラストが鮮やかに描かれています。彼女の壮絶な人生を紐解き、その真実に迫ります。それでは、大原麗子さんのプロフィールと幼少期についてから始めましょう。大原麗子さんは、その美貌と演技力で多くの人を魅了した女優です。本名は高取麗子。1946年11月13日に東京都文京区で生まれました。身長157センチ、血液型は AB 型で、学歴は北豊島高校を卒業しています。大原さんは実家である和菓子屋立花堂を営む家庭に生まれました。しかし、幼少期から父親に虐待されて育ち、父親の暴力によって怪我をすることもたびたびあったといいます。父親の暴力から抜け出したのは小学2年生の時、父親の浮気が原因で両親が離婚したことでした。大原さんは母親に引き取られ、弟は父親に引き取られましたが、その後も弟に会うため毎週のように元の家を訪ねていました。弟も母親と大原さんに会いに来ており、帰る時は3人で泣いたそうです。母親は金銭的に厳しいながらも、大原さんをバレエ教室に通わせてくれました。大原さんが女優を目指したのも、そんな母親に恩返しをして楽をさせたいと思ったのがきっかけでした。そして16歳の時に東京放映の社長にスカウトされ、映画夢で会いましょうで女優デビューを果たしました。1964年には NHK のドラマ「幸福試験」でテレビドラマデビューを果たし、翌年には東映に入社しました。しかし、なかなか人気が出ませんでした。しかし、1966年の映画「飛行少女陽子」で注目を浴びると、その美貌と演技力から人気が上昇し、数多くの作品に出演するようになりました。1977年から1987年にかけては、ウイスキーサントリーレッドの CM に出演し、少し愛して、長く愛してというセリフが人気を博しました。1989年には NHK 大河ドラマ春日局で主演を演じ、さらなる人気を得ました。大原さんの幼少期は、父親の暴力と両親の離婚という辛い経験がありましたが、その中で母親の支えを受けながら成長し、女優としての道を歩むことになりました。彼女のプロフィールと幼少期のエピソードは、その後の女優人生にも大きな影響を与えたことでしょう。次は、大原麗子さんの結婚と離婚についてです。大原麗子さんは、その美貌と魅力で多くの男性を虜にしましたが、彼女の結婚生活は順風満帆ではありませんでした。1973年、大原麗子さんは俳優の渡瀬恒彦さんと結婚しました。当時、渡瀬さんは若手俳優として注目されており、大原さんとの結婚は大きな話題となりました。しかし、この結婚生活は長続きせず、わずか3年後の1976年に離婚しています。離婚の原因については、渡瀬さんの多忙な仕事によるすれ違いや、渡瀬さんが大原さんに対して冷たく接していたことが挙げられています。また、
大原さん自身も渡瀬さんは家庭的ではなかったと述べています。渡瀬恒彦さんとの離婚後、大原玲子さんは1978年に歌手の森進一さんと再婚しました。この再婚もまた大きな注目を浴びましたが、こちらも長続きしませんでした。1984年、大原さんと森さんは離婚しています。この離婚の背景には、森さんの浮気問題や二人の間に生じた価値観の違いがあったとされています。大原さんは森さんは結婚当初から冷たく、私の存在を無視するようになったと語っており、結婚生活の中で孤独感を感じていたことがうかがえます。大原玲子さんの結婚と離婚の経験は彼女に大きな影響を与えました。特に渡瀬恒彦さんとの結婚は彼女にとって初めての結婚であり、その離婚は彼女の心に深い傷を残したとされています。また森進一さんとの結婚と離婚も彼女の私生活に大きな影響を与えました。これらの経験を経て、大原さんは結婚に対する考え方を変え、自分自身の幸せを追求するようになったと言われています。以上が大原玲子さんの結婚と離婚についてのエピソードです。彼女の結婚生活は決して順風満帆ではなく、多くの困難や試練に直面しましたが、その中で彼女は強く生き抜きました。次は大原玲子さんの病気とキャリアの停滞についてです。大原玲子さんは1970年代から1980年代にかけて多くのドラマや映画に出演し、その美貌と演技力で絶大な人気を博しました。しかし彼女のキャリアは順風満帆ではなく、健康問題が大きな障害となりました。大原玲子さんは1984年にギラン・バレー症候群を発症しました。この病気は神経系に影響を与え、手足の麻痺や筋力低下を引き起こす重篤な疾患です。発症後、大原さんは一時的に芸能活動を休止し、治療に専念することになりました。この病気による影響で彼女は身体的にも精神的にも大きな苦しみを経験しました。さらに1999年には乳がんが見つかり、再び彼女の健康を脅かしました。乳がんの診断を受けた大原さんは手術を受けることを決意し、治療に専念しました。この期間中、彼女は公の場に姿を見せることがほとんどなくなり、芸能活動も大幅に制限されました。健康問題だけでなく、大原さんは整形手術の失敗による影響も受けました。特に顔面の整形手術が失敗し、その結果として顔の一部が動かなくなるという深刻な問題に直面しました。この整形手術の失敗は彼女の容姿に大きな影響を与え、そのため彼女は外見に対する自信を失い、引きこもりがちになりました。これらの健康問題や整形手術の失敗により、大原さんのキャリアは大きく停滞しました。彼女は一時期完全にメディアから姿を消し、静養を続ける日々が続きました。大原さんはこれらの困難に直面しながらも、自分自身と向き合い、再び芸能界に復帰するための努力を続けました。また精神的な影響も無視できませんでした。病気や整形手術の失敗により、大原さんは深い孤独感や絶望感に苛まれました。特に整形手術の失敗による外見の変化は彼女にとって大きな打撃となり、人前に出ることを避けるようになりました。そのため友人や同僚との関係も希薄になり、ますます孤立していきました。これが大原玲子さんの病気とキャリアの停滞についてのエピソードです。彼女のキャリアは多くの困難に見舞われましたが、彼女はそれらを乗り越えようと努力し続けました。最後は大原玲子さんの晩年と孤独死についてです。大原玲子さんの晩年は芸能界から離れた静かな生活が続きましたが、その中には多くの困難がありました。彼女の晩年の生活は友人や家族との関係が希薄になり、孤立していく中で進行しました。大原玲子さんは健康問題や整形手術の失敗により芸能活動を控えるようになりました。これに伴い彼女の生活は徐々に孤独なものとなっていきました。友人や知人との交流も減少し、彼女は一人で過ごす時間が増えていきました。特に親しい友人との関係が悪化し、その結果ますます孤立していく状況が続きました。晩年の大原さんにとって唯一の心の支えとなったのは、元夫である渡瀬恒彦さんとの再会でした。渡瀬さんは大原さんの病状を心配し、再び連絡を取り合うようになりました。渡瀬さんとの交流は大原さんにとって大きな励みとなり、一時的に彼女の孤独感を和らげる役割を果たしました。しかしそれでもなお大原さんの心の孤独を完全に癒すことはできませんでした。
2009年8月、大原玲子さんは自宅で亡くなりました。彼女の死は近隣住民によって発見されました。亡くなった時点で彼女の死は自然死と判断されましたが、その詳細については明らかにされていません。彼女の遺体は発見時にはすでに腐敗が進んでおり、一人で静かに亡くなったことが分かりました。大原さんの孤独死は多くの人々に衝撃を与えました。彼女の死後、多くのファンや関係者が彼女を悼み、その偉大な業績を称えました。また彼女の孤独死をきっかけに、芸能界における孤独や精神的な問題が再認識されることとなりました。大原さんの晩年の生活や死は、彼女が抱えていた孤独感や困難を物語っています。大原玲子さんの晩年と孤独死は多くの人々に深い感慨を与えました。彼女の生涯は多くの栄光とともに、多くの困難や試練にも満ちていました。その晩年の生活は彼女が抱えていた健康問題や孤独感を反映しており、彼女の死はその象徴とも言えるでしょう。ここまでご覧いただきありがとうございます。大原玲子さんの華やかなキャリアの裏側には数多くの困難と試練が存在しました。彼女の結婚生活や病気との戦い、そして孤独な晩年まで、知れば知るほどその深さに驚かされます。今回の動画で大原さんの人間としての一面に触れ、その壮絶な人生を改めて感じていただけたのではないでしょうか。さて、ここで皆さんにお聞きしたいと思います。大原玲子さんの人生について、あなたはどのエピソードが最も印象的でしたか。また彼女の経験から感じたことや思ったことがあれば、ぜひコメント欄で教えてください。皆さんのご意見や感想をお待ちしています。次回も興味深い芸能人のエピソードをお届けしますので、チャンネル登録と高評価をお願いします。最後までご視聴いただき本当にありがとうございました。それではまた次の動画でお会いしましょう。